みなさん、こんにちは、ゆきです。今日はですね、日本人の、あ、うるさいですね、うるさいです。すいません、さっきちょっと音がうるさかったので移動しました。今日は日本人のお友達が、日本に帰国するということで、台湾のお土産を一緒に買いに行きます。で、どうせならちょっとレアなお土産を見に行こうかなと思ってるので、一緒に皆さん見に行きましょう。それでは今日のゲストはどうぞ。いや、日本人妻じゃないよ。でももう一人の日本人妻。そうですね。ミッチーさんです。ミッチーさんと一緒に見に行きましょう。イエーイ。まずはここですね、いつもの雑貨屋さんです。すごいね、こんなことしてたんだ。大変すごい。これこれこれはもう絶対に買わない。残念です。那高丽菜冬粉跟韭菜冬粉一个一个可以可以。然后这个これ何かな、日本語で。これの季節なのですごい綺麗ですよ。ここのな、ここも実は雑貨屋さんっていうか乾物屋さんで、これめっちゃ可愛いない。これね、春雨とニラが、しかも卵がちょっと入ってんのよね、うん、美味しいよね、これ。味がない、あるあるあるけど、ここはちゃんとしっかりと豚の貯金箱からして可愛い。可愛い。ハロー。皆さん、ここに日本人大好き豚の貯金箱、ミニ豚貯金箱がありますから、必ず来てください。うん、美味しいよな。あの最後にちょっと酸っぱくなって、うん、甘さが消えるのよね。
ね。帰ってきましたけど、結構疲れましたね。ちょっと疲労困憊。ちょっともう足が痛いですよね。足ちょっと今日歩きだったんですよ。でも私のうちの周りで買いました。はい、とりあえずは、食べ物からいきますか。ね、食べ物から。まずはじゃあこれは台湾製じゃないんですけど。まあ、日本にもない、結構香港とかね、タイ、これタイ製なんですけど、香港とか行った時とかに梅のお茶のお菓子みたいな感じですね。であとはこれがね、皆さんこれ最高にうまい。これミッチーおすすめで、これですけど、なんかべっこう飴の中に干し梅が入ってて、で最初甘くて最後に梅が出てきたら、こう酸っぱしょっぱい風、なんかもうすごい独特な風味になる。これおすすめです。あとはミミちゃんやめてミミちゃんやめてこれです。ミミちゃん見て、これね、これね、タケノコのおせんべいなんですけど、これもね、ぜひ皆さん、もし食べたことない人は食べてもらいたいです。で、あと、これ豚の耳せんべい。これ知らなかった。案外、ミッチー知らなかった。知らなかった。これは私すごい好きなんですけど、これも台湾あるあるなんですけど、味はないんですよ。台湾のものって味が濃そうに感じるけど、実は味がないものもすごいいっぱいあって、これね、しょっぱくもなく甘くもなく、ただ歯ごたえがすごく良くて食べ続けてしまうタイプですね。そうで、これですね、かわいい。これはもうパッケージがね、もうもらったらちょっと上がっちゃうパッケージですけど、これでも一応台湾そうめんですよね。そうそうそう。あ、やめてやめて、みーちゃん、喧嘩ここそこでやめて、喧嘩やめて、もう今動画撮ってるからね、やめてくださいね、喧嘩するのね。喧嘩した、やめて、もう、あ、やめてやめて。調味料系いきますか。調味料まずはですね、皆さん日本で台湾の美味しい何か台湾っぽいものを作りたかったらこれです。これはね、ニンニクじゃなくてエシャロットなんですけど、を油で揚げた、で豚のラードで揚げてるのですごいコクがあって、とりあえずもう何人でもこれをちょっとちょろっと入れたら台湾の味かな。さっきのこの台湾そうめんとこれと、例えばごま油とか塩で、結構台湾のあえそうめんみたいな感じの美味しい麺も作れます。美味しそうです。で、この系列なんですけど、こういう調味袋ですね。爆買いでもこれ1個15元ぐらいなんで、なんかこう
お料理が好きな人はこういうのいっぱい買って、まあ、あの小さい袋だからもし口に合わなくても、まあ、安いし、まあ大丈夫じゃないですか、まあ、まあそんなに何損失がない、そうそうそう、なので お試しにすごくいいと思います。日本で台湾の味がそうだ ね、 手軽に、うん、そう、まあ、失敗するかもしれないですけど皆さんの、あのネットでレシピを見ながら頑張ってください。で、こういう、これは、これですね。これも、そう、これはあの、ごまペーストなんですけど、日本のごまペーストとまたちょっと違うのよね。そう、だから、台湾の麺とかで使われる、ちょっとドロッとした感じのごまペーストなので、お家でも台湾のごま、あの麻醤麺、食べたい、ごま和え麺作れます。あの麺茹でてこのごまペーストとごま油と、まあ、醤油とかを入れて混ぜると、まあまあそういう感じの味になります。でこちらですね、こちらもね、もしあの機会があったらぜひ買って帰っていただきたいんですけど、豆板醤と甜麺醤ですね、本場の味です。で、この2つを使って例えば麻婆豆腐とかを作るとすごく美味しいです。で、これがですね、おまけにもらいました。あのこれもすごい面白いんですけど、ベジタリアン用のオイスターソース、椎茸風味のオイスターソース、だからオイスターソースじゃないよね、椎茸ソースでもオイスター味、炒め物とか、そうだね、まあ、これだからこう、豆板醤、甜麺醤、オイスターソースみたいな感じで、まあ、麻婆豆腐とか、ホエコーローとかですね、チンジャオロース系はもうこれで OK です、はい。でですね、あとは、まあ、ちょっと可愛いもの系なんですけど、これですね、まずは、あのまず、新農貝、紙農貝で、購入できるこういうちょっとレトロな、これはマグネットですけど、あのコースターにもなる、すごく可愛いキャンディーキャンディーとかも、すごいいっぱい種類ありましたね。そう、すごい可愛い、いろいろなデザインのものがあったので、皆さんぜひぜひ見てください。で、あとこういうちょっとすごく台湾チックなキーホルダー、これはピンですよね、ピンバッチ、はい、そう、これ刺繍なんですよね、だからちょっと高いですけど可愛いです、うん。でこういうなんか台湾の商品をのどしろっぷピーパー顔ですねのキーホルダーとかね、そうそうね。で、これはまああとこちらです。こちらはですね、超レアな台南しかない、しかも台南 の、 あの老舗の、材料屋さん、乾物屋さんのホヌのバッグ、うん、これはですね、皆さんぜひぜひ台南に来たらゲットしてください。他では売ってないです。そう、しかも150ぐらいかな、そうそう、そうです、これね、でしかもすごい大きいし結構しっかりしてるので、そう、そうめちゃめちゃ可愛いですよね、いい。これあの実はあの、まあ、ちょっと何かのパクリっぽいですけどこれはこのお店のマークです、そう、商標です、パクリじゃないです、はい。じゃあ、あと結構あの手芸街で買ったのがこちらの可愛いタオルなんですけど、これあの実はですね、あの台湾はタオルもなかなか有名なんですよ。でね、なんかあの薄いんですよね、多分日本だったら分厚いタオルが結構重宝がられるんですけど、台湾やっぱ暑いしすぐに乾いてもらいたいので、ちょっと薄めなんですけど、すごい私は台湾タオル付けですよ、そうそうそう、しかもこれあのレトロなね、可愛いからのタオルもゲットしました。これは1枚30元ぐらいで、ね、で最後は、あと忘れてましたね、
ちらもですね、めちゃめちゃ可愛いんですよ、見てください。これね、お盆なんですけど、トレーですよね。これも新能街の、あのお店でゲットしました。これもね、280元、同じお店で買います。で、最後はじゃあバオヤ行っちゃいますか。バオヤで、もうこれも皆さんバオヤで何のお土産買うんだって思いますけど、パック、しかも森田さん森田さんパックはね、もうすごい優秀で、みんな知らなかった？知らなかった。知らなかった。あの日本のパックってちょっとなんかね、汁が少ない、汁？中の汁？美容液、美容液が少ないんですけど、台湾のはね、もう本当に滴り落ちるほど入ってて、でまあちょっとべちょっとはするんですけど、あの保湿がすごくしたいっていう人にも超おすすめです。10億枚買える。10億枚を売った実力派、はい、そうです。安いですから、これこれもマイイーソンイーですよ、マイイーソンイーですよ、バオヤで。最後はこれですね、これあの台湾コスメなんですけど、1028っていうブランドの、あの私はマスカラがもう超おすすめ、1028マスカラファンです。私はもうむちゃむちゃいいです、買ってください。で、まあ、マスカラがいいならアイライナーもいいだろうということで、ミッチーさん今回購入してました。なんかいい色できたね。色も良かったね、色もすごいおしゃれな感じだったね。そう、まあ、今回こんな感じでしたけど、どうでした？すごい楽しかったです。なんか一人だと、うん、ちょっとこの店とか、うん、おうおうおう、ちょっと入りにくい、まあ、ちょっとね、あのドキドキしちゃいますよね。ドキドキしちゃいます。そうそう。どれが一番良かったですか、今回。今回これ買って良かったと思うものありました？あとこれじゃないですか。そうなん？だってあそこでしか買えない。そう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 、これはもうほんま他の場所では買えないので。そう、でこのお店もね、あの結構中に結構いろいろね、乾物系のもので、日本にこのお土産にもいいなっていうお茶とか、うん、調味料とかもあるんで、ぜひぜひ中に入ってみてみてください。はい、であと、まあ、最後に、最後にですね、うちのお店で売ってるこういう山崎達也さんの、あのバッジもすごい台南限定みたいなのもたくさんあるので。これもお土産にミッチーさん購入しましたね。購入しました。はい、じゃあ皆さんも台湾に来て、うちのお店に来たらぜひぜひ買ってください。ということで今日は台南です。台南のレアなお土産紹介でした。皆さんも台南に来て買ってくださいね。それではミッチーさん、日本に気をつけて帰ってくださいね、はい、ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。